さらにそれを超えた。これがスーパーサイヤ人。うわー、rappel de l'histoire. De façon surprenante, Vegeta tente héroïquement de protéger ses amis contre Boo. Il se sacrifie pour les détruire, mais en vain. L'ennemi rose se relève indemne. Salut l'équipage, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans l'épisode 25 de Dragon Ball Z Kakaroto. Donc la dernière fois les amis, on s'était laissé avec Gohan, Kaioshin et Kibito. Donc précédemment, comme je vous l'ai dit, Vegeta s'est sacrifié afin de tuer Boo, mais Boo n'est pas mort. Petite précision, Gohan n'est pas mort, il a été téléporté par Kibito. Ah, sentez-moi cet air frais, écoutez-moi cette belle musique. Bon, j'espère que vous avez bien senti, parce que là, on va poursuivre l'aventure. Les amis, juste avant de commencer, n'oubliez pas votre plus gros pouce bleu en bas de cette vidéo, ça m'aide énormément, et ça me donne plus de force pour continuer le let's play. C'est parti! Ah. 私の知る限り、この剣を抜くことのできた者は誰もいません。引き抜くんですか？なんか昔話でこういうのあったな。おお、un jeu d'enfant。Z ソードっての抜くことができたらどうなるんですか？凄まじいパワーを得ると伝えられている。そう、おそらくあの魔人ブーをもしのぐほどの。Wow, vite, retire-la, retire-la, vite! Honto desuka! Sukkoku yoku kireru tte koto kana? Okkanasou. Shinpai suru na. Omae ni wa nuken. Kibito, damatte miteite goran nasai. Saa, Gohan-san, yatte mite kudasai. Ha. Yoshi. Wesh, on dirait aux toilettes. Dameda. Picto mo jirai. Yoshi. 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 Super Saiyajin ka. Ma, onaji koto da to omou ga na.無理だ。何人もの海王神様が挑戦して抜けなかったものが、なんで人間に抜くことができよう。ほら、やった。なんと。わあ、やれ、し。どうせ言わなきゃいけねえことだから言う。ゴテンとトランクスは無事だが、ゴハンとベジータは魔人ブーに殺された。父ベジータが、そんな。僕の声が聞こえるかな、地球の諸君。今魔法でお前たちの心に話しかけてるんだ。目をつぶってみてくれ。これから映像を送ってやるからさ。僕はバビディという怖い魔導士だよ。そしてこいつは僕の家来のもっともっと怖い魔人ブー。なんだこりゃ。見えるかお前も。どうなってんだ。実は今日不愉快な目に遭っちゃってさ、ある3人のバカたちを探してるんだよ。こいつとこいつとこいつ。
この3人のバカが出てこないとどうなるか、これからちょっとだけ教えてあげるよ。さあ始めろ、魔人ブー。 Non, il va pas détruire la ville。よし。あの野郎、やりやがった。もう一度言うよ。この三匹がどこにいるか教えるんだ。でないと5日間後には地球人は全滅しちゃうよ。じゃあ情報待ってるよ。あの野郎あいつらがベジータとゴハン君を殺したのね。みすみす犠牲者を出すことはない。俺が出ていく。ダメだ。おめえが死んじまったら誰がオラの仮にトランクスとゴテにフュージョンを教え込むんだ。あ、ウェイ、セフリードフュージョネー。みんなや、破壊された地上はドラゴンボールで元に戻れるんだ。気にすんな。なるほど。嘘だ。パパがあんな奴に。泣くな。そんな暇はねえぞ。悔しかったら新しい技を早く覚えて敵を撃て。分かったな。始めっぞ。ピッコロもよく覚えておいてくれ。よし、フュージョンの修行を始めっぞ。わあ、地球人の諸君、たった今なかなかの情報が入ったよ。三匹の中の一匹、トランクスとかいうガキは西の都にあるカプセルコーポレーションとかいう家に住んでいるらしいよ。これから行ってみようかな。そこにいるといいんだけどね。早く出てきた方がいいよ。自分の住んでる町が消えちゃうから。ハウェイ、veut s'en prendre un enfant。くそ！家にはおじいちゃんとおばあちゃんがいるんだぞ。ソン君、今の聞いた？パパもママも殺されちゃうわ。それに西の都も破壊されちゃう。大丈夫だ。ドラゴンボールで生き切れる。違うの。研究所が吹っ飛ばされちゃったら置いてきたドラゴンレーダーもパーよ。あのレーダー、特殊な部品が使ってあるからそこいらじゃできないのよ。つまり二度とシェンロンは呼び出せないってわけ。え、困ったな。よし、トランクス、大急ぎで家に行ってレーダー持ってきてくれ。魔人ブーとバビディはオラが一時食い止めておく。大丈夫、おじさん。すぐにやられちゃうんじゃない？まあ、少しぐらいはなんとかなるさ。それより急げ。やつら西の都に着いちまうぞ。Mais il va se faire tuer comme Végéta。急いでやつらのところへ行かねえと。Allez, let's go。あ、いえ、là-bas。Mais il va se faire tuer comme Végéta。あ、いつもの。よ、貴様はちょっと忠告しに来た。いいか、おめえの探してる3人は近いうちに絶対現れる。約束する。だからそれまで待て。余計な破壊や弱い者いじめはもうやめろ。なんで待つんだ？何か企んでいるのかな？ああ、おめえらを倒す特訓をしてんだ。
僕たちを倒すって、そりゃ千年特訓したって無駄だぞ。そんなのを待ってやるもんか。すぐにここに連れてくるんだ。だろうな。そう言うと思ったぜ。じゃあオラもちょびっとだけ抵抗させてもらおうかな。へへへ、面白い。お前の恐ろしさをはっきり見せてやれ。おい、マジマ。Il va se faire défoncer. Ça, やってしまえ。わかった、わかった。なんだおめえ。そんなに強いのにバビディの言いなりか？うるさい。余計なことを言うんじゃない。魔人ブーは僕の家来なんだ。言うことを聞いて当たり前だろ。なんだ？再び呪文で封じ込められたいか？俺を封じ込めたらお前あいつに殺されるぞ。こいつめ、いつの間にか余計な知恵をつけおって。でもあいつ倒してやる。良い子みたいで嫌いだもん。はあ、ちっ、しょうがねえな。無駄だ無駄だ。ベジータだってそれをやっても無駄だったろ。じゃあスーパーサイヤ人を超えた、スーパーサイヤ人をもう一つ超えてみるか。何？Comment ça？これがスーパーサイヤ人の状態。そしてこれがスーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人、スーパーサイヤ人2ってとこかな。くだらない変身だよ。大して変わってないじゃん。そしてこれがさらにそれを超えた。スーパーサイヤ人。うわぁ、うわぁ、時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れていねえんだ。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。そういうことだバカめ。あんなのあっさり片付けちゃえ魔人ブー。 C'est quoi cette nouvelle forme？Let's go! Maintenant, maintenant! Ouh! Wow, on dirait un hérisson! Attends, comment on fait? Wesh! Oh. Attends, si je me mets en mode rage? Ah, y'a pas de mode rage! Ok! Maintenant! Wesh! Attends, c'est quoi Genkidama EX? Ok, c'est un simple Genkidama. Oh!Maintenant! Oui, je peux plus bouger! Ouf! Wesh! 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 Ah, j'allais me faire tuer! Les amis, je comprends rien!Je vous jure, je comprends rien. Dégage. Wesh. Ah, comme il me rafale. Wesh. Ah, le gamin. J'ai plus de qui, vite.J'ai plus de ki. Ah si, c'est bon. Ah, il arrête plus avec ça. Mais c'est bon. Et oui, il continue. Non, je...
Wesh! Wouah, attends, c'est pas normal ça! Mais il continue, c'est quoi ça? Il m'en a envoyé au moins 5, 6! Venez ici! Wouah! Oui, c'est bon, je l'ai eu. ほとんどダメージなしか。ん？トランクスの木が早く動き出した。ドラゴンレーダーを見つけて西の都を離れ始めたな。おい、なぜ戻る？お前と戦うの面白い。もっとやるぞ。そいつは光栄だが、オラには時間がねえんだ。割が蹴るぜ。逃げられると思うなよ。倒してしまえ、魔人ブー。いいか、バビディ、てめえの探してる3人は2日後に現れる。だからそれまで何にもしねえで待っててくれ。強いのか、そいつら。けっけっけ、僕がそんな言葉に耳を貸すと思うのか。ちっ、惜しいな。せっかく魔人ブーには楽しい勝負になりそうなのによ。消えた。ほい、逃げちゃったじゃないか。お前がグズグズしてたからだぞ、ウスネロ。探してこい。バビディ様、俺いいこと思いついた。な、何？いいこと？喋れないだろ。俺を封じ込める呪文も言えない。お前からいろいろ覚えた。もうお前に用はない。ウェーシウェーシ。さて、強いやつやってくるまで退屈だから、地球人全滅して遊んでよーっと。バビディがいなくなって魔人ブーは計算なしで破壊を楽しんでやる。どうした、ソン。さっきのスーパーサイヤ人3ってのはな、使うエネルギーが大きすぎて一気にヘトヘトになっちまう。オラに残された。時間はあんまりねえ。それまでに何としてでもチビ二人にフュージョンを完成してもらうしかないな。希望の星はあの二人だけだ。持ってきました。これでしょ、ドラゴンレーダーって。よし。もうほんの少ししか時間がなくなっちまった。おめえら気合い入れてやれよ。はい先生。二人の木の大きさを同じにする必要があるが、後で練習しておいてくれ。いいか、本当に難しいのはこれからだぞ。フュージョンポーズを二人全く同じに取るんだ。これからそのポーズを教えるから、よーく見て覚えてくれ。まず二人がある程度の距離を置いて立って、こうする。腕の角度に気をつけろ。ビュー。腕を反対にしながら二人が近づく。この時動かす足は3歩分だ。ジョン。手はグーに変える。
やはり足の角度に気をつけろ。はっ！こうして二人の指を合わせるんだ。トスチレ。外の足をピーンと伸ばすの忘れんな。どうしよう、かっこ悪いぞ。じゃあ次は分かりやすいようにピッコロと二人でやってみっから、よく見てろ。俺はか。でピカピコルイラコネ。こうやって鏡に映したみてえに二人で逆に動くんだ。ふゆージョン。はっ。よし、さあやれ。ワンツーワンツー。悟空、もうそろそろ時間じゃ。あの世に帰るぞい。ノー。わかった。ピコロ、あとは頼んだ。ああ。悟空、元気でな。っていうのも変だが、元気でな。さようなら、孫くん。父、そう落ち込むな。おめえには御殿がいるじゃねえか。でも、もし魔人ブーに殺されちまったら。心配すんな。今やってる技が完成すりゃ、絶対負けやしねえから。あの世でご飯に会ったら、よろしく言っといてやるさ。あの、私、ごはんくんはまだ生きてると思うんです。そうだな、生きてるといいな。はい。では、ここまでじゃ。Dégage, sale sorcière! Laisse-le ici! なんだ、ごてん。わかった。おめえ父ちゃんに抱っこしてほしいんだべ。なんだ。だったら早く言えばよかったのによ。ごてん、母ちゃんを頼んだぞ。Non, il meurt encore une fois. Enfin, plutôt. Ah, j'ai la haine. Ah, non, yaro. Engi de mon écho, toi, y'a gâté. Goku, à toi, j'y vais de y'aider, yaro. Oh. Thank you, bacha. Gohan, wa. Mo, tengok, ni, t'en kana.ん？これはご飯。そうだ、ご飯の木だ。なんで？あれ？どこだ？ここでも海王界でもね。行って、よし。一体どこなんだ、ここは。La transformation Super Saiyan 3 de Son Goku est désormais disponible. Oh là là, bah vu qu'on est mort. Eh bah attends, Goku il est mort là. Go aller chercher Akira Toriyama. Y'a moyen on le trouve au-dessus d'une colline. Ah ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi, Akira Toriyama il est mort, créateur de Dragon Ball. Paix à son âme.
équipage, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se laisser là-dessus. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. La prochaine fois on rejoindra Gohan, Kibito et Kaioshin afin de rejoindre Gohan et en apprendre plus sur le pouvoir de cette épée divine. Sur ce les amis, n'oubliez pas, on like, on partage, on s'abonne pour me donner plus de force et on se dit à la prochaine. Peace, peace.